解放とことんとことん、しゃべって解放の酒井です。本日はですね、新年ということで、目標を達成する方法3つということで、お話をさせてください。新年に明けましてですね、バイク DIY であったりだとか、バイク好きな、バイク乗りの方であったりだとか、作業を結構好きな方っていう方でありますと、結構目標を持ったりすることが多いのかなと思うんですよね。それは僕だけなのかもしれないですけど、その中で、その目標を達成をするために、方法があって、その方法を3つ紹介させてください。このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。あと同時にですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとすごく嬉しいです。もしコメントないよっていう方おられたら、とことんとことんだけでも入れといていただけるとテンション上がりまして、動画継続できますのでお願いします。LINE の方でですね、公式 LINE とオープンチャットっていうのをやってます。公式 LINE は私に直接連絡をというところで、オープンチャットはみんなでワイワイというところでやってますのでお願いします。はい、では本日は目標を達成するための方法3選ということで、まず第一ですね、僕自体がどんな目標を今まで掲げてきたかというところなんですけど、いろいろやってきました。ギター10年弾くとか、ギター上手くなりたいとか、ハーレーショベルのことで言えばミッション、僕全然ミッションのことが全然分かんなくて、ミッションを理解するために突然動画を作り出すとかで、その動画を作り出して、その動画どうするんだっていうことで YouTube 始めてみたりだとか、そういったところで結構自分がやりたいなと思ったところをことが僕は結構できてる、自分でも思ってるんですよ。できるようになってきたということで、なってきたというか、その方法があるので、そこ3つなんですけど、まず1つ目は、目標は達成できたらすげえじゃなくて、目標は達成できるものなんですよ。それに気づくのにめちゃめちゃ大変だったね。だからその考え、でも目標はできないことを目標にするんじゃないんですよ。できることを目標にするんですよ。これが1個目なんですよね。昔は若い頃だったら、ハーレー俺ずっと乗りたくて、もうハーレー今年買うとかさ、もう貯金して買うとか、頭金100万円入れて買うとかさ、そういうのってなんか無駄っていうか、全然目標を達成できなくて、ああまた全然目標達成できなかったよとかっていうことをずっと繰り返してたんですよね。もう今年は絶対ギター上手くなるとかって言って、まず何やればいいんだって言ってギターをまず買う。だから何本もギター買っちゃいますよね、俺。買ってなんかテンション上げるみたいな。じゃなくて、目標を立てるっていうのは達成できることを目標にするんですよ。で、2つ目なんですけど、目標が達成できないのは当たり前っていう気持ちで、まず始めてみることなんですよね。まずこれを目標、ある程度その目標はできることっていうこと、何個もやるんですよ。何個も達成していくんですよ。だから目標って、もうこれ俺だけの感覚なんだけど、その上手に達成するのが上手になるんですよ。そういう風に僕は思ってきたんですよね。だからそこでちょっと、要はこの目標は難しいなとか、ちょっと目標失敗したわとか、そんなんでいいんだと思うんですよね、最初のうちは。だからもう結局すぐ始めてみる。で、始めてみてちょっと難しければやめてみる。始めてみてやめてみる。これを繰り返し、だから失敗すること何回も、達成できないことも当たり前なんですよ。これも最初の1と2とごちゃごちゃになってきて、もうちょっと僕もこの動画はちょっとやばいなと思ってきたんですけど、それでいいんですよ。そうすると達成できる目標がどういった感じなものなのかとか、そういったことが分かってくるんですよ。要は目標は達成するもの、1つ目ね、目標は達成できるものが目標なんだよっていうことで、2つ目が、目標はやめてもいいんだよっていうことなんですよ。これ、1と2とつながってるような感じなんですけど、この上手になるんですよ。上手になるってことなんですよ。はい。で、3つ目は、妄想を止めるなということで、これも
ちょっとこの3つ全部重なってるような感じになっちゃうんだけど、目標を達成するために俺がすごい妄想するんですよね。その妄想っていうのは、達成した時に自分がどうなるのか、自分はどういう気持ちになるのか、どういったことができるようになるのかっていうことをものすごい想像するんですよ。で、達成しなかった時にどうなるのかってことをすごい想像するんですよ。例えばミッションを俺が勉強するっていうことで、ミッション全部バラして組み立てたっていう、それを動画に撮ったっていうことを僕は目標にしたことがあるんですけど、この目標を達成したら、あ、ミッションのことが分かればショベル乗っていくことができるや、バイクのそのバイク人生楽しめるやとか、それが分かったらすごいスッキリするなとか、そういったことをものすごい想像するわけなんですよね。ちょっと恥ずかしくてね、いろんなことはちょっともっともっと妄想してるんですけど、でそれを妄想する、でできなかったら、あー、やっぱりそうか、ミッション分かったふりしていくんか、このままバイク人生はとかっていうふうに思うわけ。そうする、この極端な2つをこうどんどん妄想をどんどん膨らませて、その目標に対して自分は真ん中でこう揺れ動いてるわけなんですよね。その目標に対して、その時にでき、目標に達成しなかったらこうなる、目標達成したらこうなるっていうことがだん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 自分の中でまとまってくるんですよ、妄想してると。そうしたらやめることを、目標に向かっていくことをやめなくなるんですよ。いや、絶対やっといた方がいいよねっていうふうに思える。そうすると無理なくその目標に向かってくれるんですよね。だってやめたら目標に達成できないことになってしまったら、あ、こういうことが、こういうことでずっとやっていくんだ、この目標を達成しなければもうこういうこと、こういうことができないんだとか、こういう気持ちがずっと続くんだとか、そういったことがだんだん妄想してることによって明確になってくるんですよ。だったらやるべきだよねっていうふうに思えてくるんですよ。あ、やろ、ちょっとめんどくさいけどやろっていうふうに思えてくるんですよね。だからその妄想を考えることっていうのはすごい、そのもちろん目標に向かってね、例えば何か作業をするとか、そういったことはもちろん大切なんですけど、妄想するっていうことは、妄想ができなければそこには到達できないと思うんですよね。だから本日はまあ1個目、まあ目標は達成するものなんだよと。で2個目はもうすぐやめちゃってもいい、目標達成するには練習が必要なんだよっていうこと。で3つ目が妄想を止めるなっていうことなんですよね。で最後、継続、これおまけなんですけど、継続する方法っていうのは、この3つがあれば、結構その最後の妄想とかもそうなんだけど、継続はこう妄想することだけでもこれが継続してるんだっていう風に、具体的に例えばミッションのことを勉強したいよっていうことになった時に、ミッションをの作業をするっていうのが具体的な目、だから練習なんですってだから達成できるようになると思うけど、この達成で、だから達成するものなんだ、目標って達成するものなんだよっていうところで、だから簡単な目標になってしまうんですよ、最初のうちは。でも練習することによって、ちょっとずつギリギリの目標を立てれるようになるんですよ。ギリギリの、いけるかいけないかっていうところの目標を立てるよ。そうすると目標自体がいい目標になってくるんですよね。それを積み重ねかなと俺は思ってて、まあちなみに、まあ僕自体の目標は、ギリギリの目標は登録者1万人っていうのがギリギリの目標かなと思っとるんですよね。まあそこに向けて妄想して、で継続っていうのは、その妄想することも継続なんだよっていうことをだんだん分かってくると思います。だからやめちゃってもいいんです、始めることなんですよ。目標を決めて始めること、それについて妄想する、どうやればこうそこに行けるのかとか、この目標が達成できなかったら自分はどうなるのか、これを考えること、考えることも十分目標に向かっての作業なんですよ。
なんで目標達成する方法参戦ということで、まあちょっと本日はお話をさせていただいたんですけど、まあ新年ということで、ね、僕もいろいろ目標を持って今年もやっていますが、まあ大きな僕の場合はまあ大きな目標があってとか、まあ今年の目標とか、目標はどんどんいろいろ作ります。うん。でどん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 目標達成を上手になっていくっていうのが本日今日僕が伝えたかったことです。